YouTube チャンネル。行くぞ。オウ。荒尾聡。30代最後の G1 の舞台です。人気は荒尾から有吉、金子、岩見、この辺りが上位です。10秒を切りました。ブルーランプが消えます。3秒前、 G1 ダイヤモンドレース優勝戦スタート。赤ランプ、ただいまの発送は5番車のフライングのため再発送いたします。サイドの10秒前、ブルーランプ消えました。スタート3秒前、 G1 ダイヤモンドレース優勝戦スタートしました。今度は決まった。2度目も有吉好スタート。インコースから1番のアローですが、降りていく有吉。インコースアロー譲りません。アローが残してトップスタート。有吉2番手、3番手から岩見が狙っています。その後の攻防でありますが、4番のスタミ、インコース2番の金子、そして8番の新井啓太、7番の青島、5番シートリが最後方レーサー2周目。まずはやはり譲りませんでした。1番の荒尾がトップスタートから主導権。6番の有吉はちょっと滑りながらも2番手をキープ。先頭2番手間隔がここで若干広がっている。荒尾が先頭、初日の借りはここで返すか。荒尾聡が先頭だ。有吉が2番手、そして3番手には地元での G1 制覇に燃えている3番の岩見が上がってまいりました。2番の金子、4番手思想タイム28の金子、中盤戦以降の動き注目であります。そして中盤戦以降といえばやはり気になるのは4番スタミの動き。さあ残りは5周回、荒尾が独走展開に持ち込んでいるのか。6番の有吉は2番手ちょっとついていけないか。3番手は3番の闇、内から金子入れません。岩見が高速をブロックしています。4番のスタミのまくり、2番の金子を飲み込んでくるか。4番のスタミが上がってきた。残りは4周回、荒尾聡が独壇場となってきました。リードは10メートル以上広げました。1番の荒尾が先頭、独走展開に完全に持ち込んでいる。さあ4番のスタミの気配が大注目であります。3番の闇、4番のスタミ並んで残りは3周となった。2番手の争いが注目。有吉がこの位置を守れるかどうか。岩見が3番手、外から開けてくる4番のスタミ、まだまだもつれる。岩見が入ってまいりました。さあこの3コーナー、岩見が飛び込んで2番手に上がりました。その後に交代する6番手有吉。残り2周回、先頭は1番の荒尾聡、ぶっちぎった。2番手は3番の岩見が上がっています。この大会過去に2着1回3着1回ある3番の闇、またしても優勝には手が届かないか。それでも見せは十分の2番手、それが3番手、ブルーフラッグ。残り1周回です。30代最後の G1 戦、この地元ダイヤモンドレース大会連覇、そして3度目の V は濃厚であります。1番の荒尾先頭、3番の岩見2番手、4番隅が3番手、荒尾聡強かった。ゴール、圧倒しました。荒尾聡、初日の飯塚ナンバーワン決定戦では4着と敗れましたが、ここで借りを返した荒尾聡。飯塚実力ナンバーワンのその力を見せつけました荒尾聡であります。
払い戻し金です。2連単1番3番600円ちょうど、2連複1、3の組500円ちょうど、3連単1番3番4番6000円ちょうど、3連複1、3、4の組2730円でした。よろしくお願いします。それではただいまより双葉設計杯 G1 第64回ダイヤモンドレースの表彰式を行います。なお新型コロナウイルスの感染症対策を取りながら表彰式を行います。ご了承ください。優勝は荒尾聡選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。まずは優勝した今のお気持ちを聞かせてください。はい、地元 G1 ということもありますし、連覇もかかってたんで、優勝できて本当にホッとしてます。どんな気持ちでレースに臨みましたか？いつも通りなんですけれども、もうとにかくスタート集中して、あとはいっぱい走ることを考えてました。はい、再発走になりましたけども、スタートは振り返ってどうですか？はい、1回目も2回目も、はい、ドンピシャのいいスタートが切れたと思います。1枠ということでプレッシャーはなかったですか？スタートの枠は毎回言うようにどこでも自分が行けばいいだけなんで、プレッシャーというのはあんまりなかったですね。はい、そこから独走になりましたけども、思想の手応えがちょっと良くなかったんで、序盤ちょっとコース守るような形になったんですけど、いつ後ろが来るかなと思いながら走ってました。はい、エンジン面はいかがでしたか？レースに行って少し小さめのコース走るともうちょうどいい感じになってましたね。はい、ゴールした後にはガッツポーズが見えてましたが、どんな心境でした？嬉しかったのと、ほっとしたのと、画面で見てくださるお客さんにちょっとでもアピールできたらなと。はい、はい、では最後にファンの皆さんに今後の抱負も含めて一言お願いします。はい、今回も無観客となってしまいましたけれども、皆さんが本場に足を運んでいただけるのを楽しみにしていますんで、これからもいそいそ頑張りますんで、これからも応援よろしくお願いします。はい、荒尾選手おめでとうございました。お話を伺いました。